チョコマルです。こんちん。チャームさんからお荷物が届いたので早速開封してみようと思います。もうね、開封時にパカッてするのはだいぶ飽きました。で、これからの時代はペロリンチョセレブンさん、マナブンさんが前回の動画の開封時にね、ペロリンチョってやってるのを見てやろうって思ってやったんですけど、やっぱりね、笑っちゃいますね。で、前回のお買い物でね、コメント欄にアヒルちゃんをくださいって書いちゃったことをだいぶ反省してて、今回はお詫びとお礼の方を、はい、カキカキしました。お買い物内容としてはもう大したものじゃないです。大好きなアマゾン川源流の白砂と阿部さんたちのご飯とロカボイコンパクトのフィルターの買えるやつと水草とホーインワンとちょっとね、新しいレイアウトに使いたいので流木を、でメインがこちら、はい、すっかりハマってしまった、じゃん、大和沼エビを20匹購入しました。はい、こちらの水槽なんですけど、ガラス面、タイル、あと水草の方に茶苔が発生してて、流木はね、3日に1回取り出して磨いても間に合わないくらい水カビで真っ白になってました。で、どうしようかなって悩んだ結果、メイン水槽からこの可愛いカラーサザエを4匹と、今回購入した大和沼エビの一番大きなサイズの子を1匹だけこの水槽にお引越しさせて、一晩様子を見てみました。今映ってる映像は一晩経ってからのものなんですけど、たった一晩でね、こんなに綺麗になりました。ちょっとね、名残は残ってるんですけど、もうね、全体的に真っ白になるぐらいカビが生えてたので、いやー、大和さんはすごい仕事をしてくれるんだなと思って改めて感心しました。本当にね、お仕事から帰って流木を引っ張り出してブラシで磨いてまた沈めるって作業を3日に1回やってたので、たった一晩でね、こんなに水カビを食べてくれるとは、もう嬉しくってしょうがないです。ガラス面についた茶苔もね、カラーサザエさんたちが綺麗にお掃除してくれたので大満足です。一つデメリットがあるとすれば、このね、貝とエビさんは大量の糞をするので、白い砂とかだとね、結構目立つんですけど、まあ、茶苔とか水カビを掃除するのに比べれば断然楽ちんなので、まあ仕方がないかなと思います。大和沼エビ20匹は1、2、3、4、4つの水槽にね、分けて入れました。
今回のおまけなんですけど、この通り試供品の金魚の餌4袋とタコでした。金魚飼ってないのにな。